早速プールへ行きたいと思います。レッツゴウェルカムドリンク、ウェルカムドリンク。1食目はホットドッグにしました。みゆちゃんととわちゃんはカレーライス。イエーイ。海でー、今ですね、パパと子供たちはプカプカ海で遊んでいますので、私は優雅な時間を過ごしてます。あー、来たー、おかえり。楽しかった。ずっとよくわかんない電話ごっこしてます。本当の電話なんだね。はーい、ご飯に行ってきます。今からクラブメイト恒例のミニクラブでのダンスパーティーに参加することになりました。練習してないけど大丈夫かしら。ミニクラブです。学校みたいな感じで宿泊中に預けることもできちゃいます。今ですね、ミニクラブにね、子供たちを急遽預けて、子供たちが踊るステージがあるんですけど、急遽それに出ないかっていうお誘いいただいて、そしたら子供2人がノリノリでやってみたいってなって、今預けて、で、あと45分後で、それまでにメイクアップとかいろいろ衣装を着替えてダンスをステージで踊るというですね。どういう格好してんだろうね。楽しみすぎるんだけどね。親たちは45分フリータイムなので、はい、どうぞ。いいでしょう、今日は。いいよね。今日釣りしましょう。飲んじゃいました。カクテルなんつものをいただいております。帰りたくないね。リボ君、始まりますよ。第1ラウンド目の午前中のプール&ビーチも何時間空いてた？何時間空いただろう。3、4時間だね。おう、とは。部屋。今回はそう、部屋をね、部屋がバーバが隣で止まってて、扉で繋がってるシステムね。そして今からお化粧直ししてお昼ご飯を食べて、午後からはですよね。本当にクラブメットはこのね、パスを最初にもらうんですけど、これをつけてれば朝昼晩レストランが空いてるんですけど、ビュッフェ形式で、でも今ちゃんとね、コロナの感染対策もされてて、すごい安心して子供たちも食べれて、朝は何食べる？和食もあったよね。何でもあったよ。和食もあったし、洋食も、洋食、中華っぽい餃子みたいなのもあったし、あと手作りなのよ、パンが。パンがあ、そうだ、パンがめちゃくちゃ美味しいんだよね。子供たちもマジで大好きなメニューがめっちゃいっぱいある、うん、デザートとかもいっぱいあるね、うん、じゃあちょっと今からランチに行きたいと思います。イエイ。もうね、これ普通に部屋から出てどっか移動するだけの間も、もうものすごく大きなです。レストランというかビュッフェ形式なので、お金もいらないし、持ち物がこれだけでいいんですよ。ウェットティッシュ、ウェットティッシュね。これさえあれば確かける。最高。なんでご飯の前にチンスコを食べるの？チンスコにハマっちゃったの。沖縄のチンスコにハマっちゃいました。しかも塩チンスコ美味しいよね。チンスコ、そうです。とわちゃん、沖縄楽しいですか？楽しい人、何が楽しい？とわ、プール。プールか。海も楽しかったね。なんで？だってお魚いたから怖かった。そのさ、中庭からちょっと海がね、見えるの。こ
これやばいよ。これ見てください、あの海の青さ。ね、卓球場とかもあるね。あ、スカッシュできるんだここね。テニスコート、なんていうの、スカッシュコート、これやりたいね。イエーイ。こういうのあるとさ、やりたいよね。こういうファミリー、アメージングファミリー、これすごいんだよ。みんながね、こうやって作るような、子供たちがこういうのを作ったりするようなアクティビティもあるんだね。これやりたいね。これやろう。ご飯食べよう、まず。はい、ランチ牛丼。いただきます。いろんな種類があるからいいよ。子供たちも飽きなくて食べれる。牛丼ペペロンチーノのグリーンカレー。お昼寝タイムです。突然のスコールでしたが、洗い物が全部びちゃびちゃになったよ。パパは眠たいけど、とわちゃんが寝かせません。はい、ちょっと今ですね、急遽ですね、キッズクラブに子供たちがあのブレスレットをね作りに行ってるので、お迎えまで30分あるので、お土産屋さんに行きたいと思います。はい、イエーイ。かわいい。なんかこれ B さんも売ってるんだね。これ子供が好きそうなんだよ。これね、持ってこなかったりとか、ね、やっぱ荷物が増えるの嫌な人とかを、こうやってさ現地調達するのもいいかもね。うん、あ、何？かわいい。かわいい。ペットボトルホルダーだ。ね。え、これ買おうかな。ね。可愛くない？ベビーカーに引っ掛けたりいけるし。ねえ、なんか今の時期さ、ペットボトルがさ汗かいてさびちょびちょになるじゃん。シリコンだといいね。カバンに入れとくと濡れちゃうからね。これお土産にもいいかも。あ、いいね。かわいい。おしゃれな沖縄お土産じゃないこれ。ね。沖縄以外にも売ってるかどうかの確認は大丈夫？絶対売ってると思う。ここのねオリジナルのなんかグッズがたくさんあるんだよね。ラブメントって書いてある。みんなね、スタッフさんが来てる。で、88っていうのがあるでしょ、クラスメントの。バーバが今必死にね、ネックレス買ってる。こういうとこでよくネックレス買ってる。へぇー。じゃーん。爆買い。買っちゃうんだよな、こういうとこでな。やっぱ空港とかだと、人も多いしね、ちょっとドタバタしちゃうから。多分クラブベッドのセレクトだから全部おしゃれで、ね、ピーナッツもいっぱい買いましたんで、ちょっとじゃあお迎えに行きましょうか。 OK、はい、おにぐずりしたのでかき氷でチルタイム。ありがとうございます。最高、素敵なバーです。アイさん、アイさんです。ご飯のところで支配人さんがくれました。かわいい。キラキラー。はーい、今夜はですねムービーの上映会があるんで、子供たちが続々と集まってます。娘二人は最前列を取りました。最終日、かわちゃんとみーちゃんがここのね総支配人さん、ビジュにメロメロ。あー、プール行く？プール行こっか。すごいスタッフさんもみんな優しくてね、入りたくないね。入らないでもいい？入り口にも C さんがいらっしゃいます。ちょっと今から最後のプールに行ってから、もう一回ご飯を食べて帰る準備をしたいと思います。かわちゃん、楽しいですか？
イエーイ。スイカタイム。スイカタイム。すごいね、バーにこういう果物とかも置いてある。軽食がね、うん。水着はですね。はい。ベビーストア。ママスイカ虫の。セリーヌね。ママスイカ虫上がるの。猛烈な質問タイム。いやー帰りたくないね。ね。もう最後よ。ね。思いっきり楽しみましょう。スイカ趣味や。盛大なバイバイ。うん、イルカちゃん。オッケー。バイバーイ。アイさん、バイバイ。すごい、盛大なお見送り。ありがとうございます。すごい。ありがとうございました。あしまっちゃった。バイバーイ。盛大なお見送り。帰りたくないね。